MS 基礎、図1、この発明の第一の実施の形態を示すベタ基礎工法の概略平面図である。図2、図1の AA 線段面図である。図3、図1の BB 線段面図である。MS 基礎とは地盤補強の一種。ベタ基礎、安定剤の頭文字より、MS 基礎と呼称している。安定剤に髪型から負荷がかかった場合でも、 その負荷を側面で受け止めて地盤への建物影響荷重を分散、軽減させてバランスと安定効果の向上を図ることができ、より不動沈下に強い安定材付き蓋基礎工法を提供すること。基礎構築部分の近くに地盤の強弱により幅及び深さを調整した安定材造成用の溝酸を溝底面より上型に向けて、 次第に横断面が大きくなるように屈作するとともに、ソイルセメントを含む改良土質と置換し、その土質置換部分4をランマー等で転圧して、土質強度と人生を持たせた改良土質による安定材2を作った後、ベタ基礎部分にコンクリート5を打設した安定材と、ベタ基礎を一体化することを特徴とする。ベタ基礎安定材安定材造成用の 溝土質地間部分コンクリートこの発明は、例えば小規模の個人住宅建設予定地が軟弱地盤であるときに外軟弱地盤である基礎、構築部分の近くに地盤安定材を打ち、地盤の不動沈下を抑止する安定材付きベタ基礎工法に関するものである。ありがとうございます。